こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、山色水明清しです。山の姿を背景に透明で清らかな渓水が流れている様です。山の景色は清浄なる発心の如来、渓谷の水音は如来の説法に比されます。フルネームから山色水明清しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。